弦楽セレナーデ。弦楽セレナーデ補聴調作品22は、アントニン・ドボルザークが作曲した、弦楽合奏のためのセレナーデ。チャイコフスキーやスークがそれぞれ作曲した、弦楽セレナードと合わせて、三大弦楽セレナードの一つとして数えられることも、ある、当作品は、ドボルザークが33歳だった1875年5月に1一日間有、短い期間で一気に書き上げられた。 彼は2年前、1873年に、初恋相手の妹にあたる人物と結婚しており、当作品の作曲に着手する2ヶ月前には、ブラームスや音楽評論家ハンスリックらが、審査員を務めるオーストリア政府奨学金の審に合格、当時の自身の年収の倍を超える額の奨学金を5年間に渡って受給することが決まり、 当面の生活の安定が約束された状況下で作曲に打ち込むことができるという幸福感からこの作品を書き上げている。この作品を書き上げた翌月、1875年6月には、スラブ的な親しみやすい旋律が満載の公共曲第5番へ町長の作曲に着手して1ヶ月、少しの期間を費やして完成、2年後の1877年には、 スターバト・マーテルを完成。さらにその翌年の1878年には、スラブ部曲集、作品46を作曲して大ヒットとなるなど、前期小学金受給を契機に当作品が書き上げられてからの年間に作曲された楽曲によって、国際的名声を得るに至っている。当作品の初演は、作曲の翌年にあたる1876年に、プラハフィルの演奏により行われた。 修学賞のコーダのところで、第一学賞の初めに登場した旋律が、再び現れる点は、チャイコフスキーが作曲した、弦楽セレナード作品48と共通するところであるが、チャイコフスキーの弦楽セレナード作品48が、甘く派手なメロディーを有し、宮殿の舞踏会でドレスをまとって踊るがごとき、優雅なリズムで書かれているのに対し、 当作品では地味で渋く底和とない哀愁の漂う味わい深さを帯びるメロディーを有し、爽やかな青空の下で民族衣装をまとって軽快に踊るがごとくのリズムで書かれていると言われており、また恋人に寄せる思いを乗せるがごとくの柔らかな響きと気取らぬ陽気さを表す音にあふれ、人懐っこいメロディーを形作っているとも言われている。以下の語学章で構成されている。 そナタ形式風、もしくはロンドソナタ形式風にまとめられた、修学章を除いて、すべての学章が大まかな三部形式によっている。補聴調。八分音符のリズムを刻み続けるビオーラに乗って、第二バイオリンと、チェロが、叙情的な主要主題を歌い出す。第一バイオリンが舞い上がるような対戦律を歌い出す。中、第二バイオリンが広い音域の中を動き回って、 戦律主題を歌い継いでいく。第31小説において、都庁長へと転調すると、普天リズムが特徴的な舞曲風の主題が現れる。第54小説で、補聴長の主要主題に戻り、そのまま補聴長の手話音で終わる。揺れ動くような舞曲の戦律に始まる。英波短調。最初の学説が反復されると、補聴長による、 第2の学説が始まる。第2主題の後半では、普天リズムが特徴的な旋律も現れる。第1主題が再起すると、第1部の締めくくりのカデンツでは、英派単調の手話音の上に、ホルティッシモの記号が添えられている。第2部は、英派長調の異名動音音階である変二長調に転調する。この学説の主題が一通り展開された後、 第一部が再現される。最後は、ピカルディ終始によって、再びフォルティッシモによって、英ハ町長の和音で終始する。第3楽章は快活で、極めて活発な4分の2拍子のスケルツォ、絵町長。カノンの技法を用いたスケルツォ主題は、提示されると、すぐさま様々な学説や、雰囲気のうちに展開される、イ長長のトリオえ、天長学説もその一つ。 全曲で最も単主題的な楽章であり、トリオの結びにおいてもスケルツォ主題が再起する。その後、スケルツォ主題が再現され、コーダにもスケルツォ主題が現れて締めくくらる。静けさと憧れに満ちた感情楽章、イチョウチョウ。この楽章の流れるような旋律と甘美なフレーズは、精力的な第三音楽章と第五楽章の間でクッションの役割を果たしている。 この学章の随所で、第二学章の第三主題が絶えず反響している。ジャッキの生き生きとしたフィナーレ、四分の二秒子。主部は、ええ、単調、後半で、補聴調に転調し、そのまま第一学章の階層になだれ込んだ後閉じられる。カノン風の加工音景の導入部に始まり、普天リズムが特徴的な第一主題が続いた後、 ビオラの8分音符の刻みに乗って、第2主題が現れる。それからせわしない16分音符の奏句に合わせて、バイオリンとチェロがカノン風に提示と応答によって、ロ町長の第3の主題を提示する。ラルゲット学章の学区が、物思わしげに引用され、一旦は徐々に静まってゆく。すると導入主題と第1主題の再提示によって、再現部が始まり、順々に、 第2主題と、第3主題が再現されてゆく。第3主題の前、内打,ち打を伴う恩恵が繰り返され、シンコペーションの反復進行にたどり着いた後、第1楽章の主要主題が改装され、あたかも始まった時に立ち返って、静けさと平和のうちに終わるかに見せかける。ところが、プレストと指示された急速なー動となって、導入主題が再び現れ、 にぎにぎしい性格のまま補聴調,調の手話音を3度鳴らして作品全体を閉じるのである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。